ヤギ座デルタ星は、ヤギ座で最も明るい恒星で三等星。王道付近にあるため、月や惑星による遠平が起きる。ヤギ座デルタ星は、4つの恒星からなる恒星系である。主星のヤギ座デルタ星 A は、白色巨星に分類され、スペクトル型は A である。分光連星であり、2つの成分の等級は、それぞれプラス3.2とプラス5.2で0.0018秒。 離れている。また、アルゴルと同様に、ヤギザデルタ星は、食連星である。最も近い晩星は、主星との共通重心の周りを1.0022768日の周期で降転し、食が起こっている間は、高度が0.2等級低下する。他の二つの構成は、K のずっと外側を降転していると考えられている。16等級のヤギザデルタ星 C は、主星から1分。 13等級のヤギ座デルタ製 D は2分離れている。型有名のデネブ・アルゲディはアラビア語でヤギの王意味するサニブ・アルジェイディという言葉に由来する。2017年2月1日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはデネブ・アルジディをヤギ座デルタ製 AA の固有名として正式に承認した。中国では 上壁線を意味する、類壁人という星間を構成する、累壁人4として知られる。ヤギ座デルタ星は、先生術的には柔軟で、幸運にも不運にも関連する。中世先生術の15の固定性の一つであり、玉髄、マジョラムと関連した。ありがとうございます。